5点です。うん、5点5点。あ、3点。4点取ってほしいね。うん、4点ぐらい多分なんとかなんじゃない？一気にじゃなくて2点2点とか。よかったじゃん、取りすぎるチャンスできたじゃん。ゴールのチャンスできた。うん、取りすぎできた。次はあの変に振らなくてパフォーマンス必ず出てそれをやります。何をやるの？え、小原さんが取りの仕方教えてくれたんです。完全なる癖を。ああ、そうなんだ。やばいって思ったんですよね、スクイック早くて。あ、やばいと思って。すごい前にアウトだと思った。ね。あ、やべえと思って、もう投げてるよって。じゃあ、押さえて、押さえて。サード、サード、サード。ダメ。ちょっと。きらびってね、女の子がいっぱいいると。え？なんだって。こっちゃん、ミキ？鼻歌歌ってる。どう？誰がうまそう？赤いユニフォーム着てる人。誰が？伊藤さんか？走るのはね。同じ会社だった人？すごい。3でもだって3割5でしょ。3割かも3で。一緒に。仕事仲間多いわね。あ、お客さんの塊？そうか。おいしいやってた。朝かな？朝やってた。こっちは何の集め？夕方夜。何の集めなのかな？なんとなく分かった人。いや、どういうやつ？まあ、福ちゃんが、でも最後前のチームにいたら、前のチーム？前のチームにいた人が半分くらい。おお。ちょっとイラッとしたチームと、そういうね、試合したことがある。いや、試合入った。うん、それが一緒になったな。全部じゃない。よし、とにかく次はフォアボールでいいから出よう。絶対盗塁してやるんだよ。西さん、1回5か、あと、菊ちゃんが前のチーム一緒だったな。うん、西さん、先のパチンコ。あとは、やめたら、チームとか鈴木さんが別の対戦相手。あれやった？北斗とかさ、天井がすげえやつ。でも1000でさ、50人くらいあれだけね。一番遠いとこで若い人が出てくる。ああ、最初にいた人。うん、あとは、ね、天井間際まで。あとは、ね、一旦で、それで楽しみにしてる。一回だけじゃなくて、ずっとしてくる。伊藤さんは知り合いでしょ。もう一人、伊藤ちゃんも知り合いです。誰？ああ、そうね。クリオ3人。クリオ3人いるから。でももういないじゃん。今いない。で、あと師匠さ、モヒカンにした方がいいんじゃない？モヒカン、ベッドのところ。僕みたいな横。ザクシャン、鈴木さんと。床屋さんが苦手でさ。僕は嫌いなの。じゃあもう自分でバリカンで。バリカンでやるし、いや自分でバリカンでやって上だけ残して横全部、ね、僕そうだよ、これ自分でやる。
マップできる。マップできる。できる。自分でやってもらう。無料だよ。うちの特有無料だよ。髪型。師匠、師匠、師匠、うちのこう買ってこう、うちのお母さんに頼み込んだら無料でやってくれるよ。じゃあバーベキューの時やってくれるやん。え、美容師免許持ってる？美容師もともと本当に？すごい。へえ。一回師匠さ、バーベキューの時やってもらえる？バーベキューの時は。バーベキュー行かない行かない行かない。行かないですか？俺いないんだよ。いや、お母さん以外は娘さんたち来ればいいじゃないですか。そうか。そう。いつあんの？知らない。11月伊藤さんに連れてきてもらう。そう、伊藤さんに連れてきてもらう。言うのじゃ来ないでしょ。とても感じやすくて口入れられて、あ、そうやってやられるのも嫌で、ゾクゾクってなっちゃう。今ちゃんパパどこにいるの？痒く。じゃあ、あとでバーミヤンで俺が髪切ってあげるよ。しよう。あそこにほら、バーミヤンで髪の毛だらけになっちゃうね。大丈夫だよ。じゃあラーメンの中にさ、髪の毛いっぱい入れちゃうよ。いや、ここにいるじゃん、一番のこと。なんでラーメン、髪の毛、髪の毛太いね。どこ？あれ？髪の毛赤い靴下で、それからバリカンだよ。ずっとバリカン。ストッキング。もうほとんどバリカンだよ。で、1000円カットのところに上だけちょっと短くしてもらって、あとは全部バリカン自分で。1000円カットやってもらってバリカン。そう。OK、アウト。うん。危ねえ。危ない危ない。走ったの鈴木さん。ガチャいいぜ、今のはアイプレだ。こっちの鈴木さん、鈴木さん対決。これ何、誰のマック？なんかいいおしゃれみたいな。誰ビール？それ名古屋さんでしょ。名古屋さんか日産。なんかね、ビールさっきね、日産にあげてたよ。ね、俺のミットの隣。空のね、ノンアルコールビールが置いてある。誰か飲んだの？誰か飲んだみたいな。残念、鈴木さん。え？残念。3番。バッター3番。じゃ全員試合。全員じゃない。え？その鈴木さんとさっきの目がギョロってしてる人。目がギョロってしてる。そんな言い方するの？え、でも本当じゃん。あー、わかるよ。あれ本当取れないんだよ、あれ、ここの球場。なんか食べなくなるじゃん。グローブがある。グローブがある。あれ、さっきの僕と全く一緒だよ。何点入ってる？今1点入ったね。あ、今ので1点。今の1点。一人ホームイン。ホームランか？いや。さすがに。もういけんじゃん。ちゃんちゃん。ちょっと上がりすぎてる。もっと早く、早いですけど、上がっていかないと。ホームランさんのあのホームランの画像って、すごい最初は低いですもんね。だ上に上がっちゃダメだろ。誰そのビール。知らない。90メートルとか入って少し。じゃあやっぱりライナーに行かないとダメ。2点目かな。うん、見てないの？そう、見てないの？今日人間大げさに言うか。気がちっちゃう。8人でもライナーだったらまあ点取って、ね、今2点目入った。ギリギリで触ってないんだ。いや、ラインを越えたところで、あ、さっき勝った。あぶねえな。いや、いい判断、いい判断なのか、取れなかっただけなのか。今ファールって言った人誰？すごいよ、ハイプレーだよ、言った人は。いや、斉藤さん、斉藤さん。よかった。あぶねえ、あぶねえ。スイングスイング。切った切ったと空振りだとストライクだ。 OK、 ストライク3つで3試合。今のはいいかも。ナイピーナイピー。2点3点2点